はい、イタカ緑地のパート7です。展望デッキに向かっています。すぐそこに一般道があるみたい。予定通り緑地の最も外周にあたる道を歩いてます。というかここからようやくイタカ緑地の縁になる模様。なのにいきなり分かれ道？一本道だと思ったのに。こっち行ってみるか。それにしてもさっきの案内図によればまだ緑地の南端まで距離がありそうな感じ。ここは本当に広い緑地なんですね。結構下るな。これも道か？展望デッキはきっと高いところに設置してあるんだろうな。お、ここを登るとあるのかな？前にも言ったけど、こういう階段って使いにくいよな。
先に何かある。展望デッキか。それっぽいね。展望デッキに到着です。そうだね。うん、まあこんなもんでしょ。先に進みますか。もうちょっと高く作って、もうちょっと広くて、ベンチとかもあって。あ、いや、まあ独り言です。ロバの瀬山ですって。尾根道ってことかな。左に行く道がありますね。先に広場があるみたい。ちょっと気になるけど、板か緑地としてはこっちだな。はい、では今回はここまでとさせていただきます。展望デッキは期待したほどではありませんでしたが、名古屋市内でこんなにも自然の中を散策できるところはなかなかない気がするので、ほんと良いところですね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。